い、こんにちは、こんばんは、ぼっちです。今日は360度 CBUE っていうゲームを実況したいと思います。じゃあ早速行きましょう。ということで今日はこのステージをクリアしたいと思います。お、ゲームがスタートしました、早速スタートしますしましたね。おお、後ろ怖い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 、危ない。ということでいきなり危ない旅ですな、こりゃ。こっかな、あ、ダメだ、あ、危ない危ない危ない、あ、危ない危ない危ない、あ、やられた、そう言ってたな。このゲームで怖いとはやっぱトゲトゲですね。トゲトゲがもうすっごい怖いですね。あれ、これ持っちゃっていい？あれ消えちゃうかな。これ下行けちゃうんじゃない？あ、紫ボールが待ち合わせしてましたね。ってことで、このやり方いけるかわかりませんが、ちょっと違うやり方いってみましょう。おぉ、いきなり追いかけてるわ。危な。おお、お、よしよし、あ、いけてる感じ、あ、危な、落とし穴ありましたね、こんなところに、こんなところに罠がありましたね、罠が。これどう攻めた？ちょっと、あ、こう攻めるか。お、おお、これも罠か。罠いっぱいありますね、このステージ。まあ、クリアしました。次のステージ。お、うん、落ちた。いきなり落ちましたね。いきなりですよ。あ、うわ、気づかん、これ。まさかの上から紫ボールが落ちる罠がありましたね。まあ、もう一回やりましょう。紫ボール、出現しました。またまた。よし、塞ぎました。ここで2回目はもう罠引っかかりませんね、さすがに。こうやって進むのかな。おお、あった。よし、まあここははめときましょう。紫ボール確保させましたね。お、また出現しましたが、紫ボールは落ちる。紫ボール生産になってしまいました。紫ボール工場ですな。ということでクリアしましたね、ピョーンとして。じゃあ次のステージ。お、なんか次のステージなんか細長いですね。なんかスマホケースみたいになってる。スマホケースってもまあスマホサイズですね。また。おお、危ない危ない危ない。あ、落ちる落ちる落ちる、危ない。セーフ。これどうやっていくんだ、そのまま。ん？あ、違うのか、これ。待って。これすっごい時間かかるんだけど、これ。どうしよう、ここで実況ずっと。無限ループって怖いですね。あ。あ、なるほど。バックしてに行くのか。おお、あ、時々危ない。時々は危険ですね。おお。まずこの紫ボールだけはちょっと閉じ込めときましょう、どっかに。あ、紫ボールを落としたらあかんな、これ、こんなところに。ずっと生産されちゃうし。よし、そうそう、タイミングを、まあ、測るっていうか、まあ、ここですね。はい。おー、行きました。ということで、クリアしましたね。じゃあ次のステージですね。またまた次のステージですね。よし、行きましょう。お、上からスタート。このゲームちょっと少ないパターンですね、ここは。おー、今危なかったですね。ギリギリセーフですね、また。これはまたセーフですね。おお、あ、紫ボール降臨しそう。怖い。紫ボールが待ち構えてますね、ここ。ゴールには。よし、ここに閉じ込めましょう。紫ボールをまず閉じ込めることが最初ですね、このゲーム。あ、ちょっと難しいですね。よし、確保。紫ボール確保成功ですね。で、これ、下に落とし穴だな。
もしかしてこれこのままだとゴールできにくいかわかんないけど、まあまずこの階段を上から登ってここかな。お、あ、おお、正解でしたね。ということで次のステージいきましょう。なんか激ムズっぽいステージ出てきましたね。難しそうなステージ、俺クリアできるかな。あー、危ない危ない危ない。今トゲトゲの下に行きそうでしたね。ギリギリセーフですね、これも。おお、わー、危ない危ない。紫ボール来た来た来た。危ない危ない危ない。本当に、あついにやられてしまいました。まあもう一回やりましょう。ここは、うわ難しそう。やっぱおお、まあでもこれかなり頭使いますね。てかこのバネ使うかな。あ、このバネ使えないな。罠かな、これ。これ罠バネ、罠ジャンプ台。まあ、トゲがもう近くなりますが、うん、こんなところに引っかかるとはまず思いませんでしたね。お、いけてるかな。ちょっと待って、あ、いいこと思いついた。この紫ボール密になってんのにソーシャルディスタンスしないようにここに閉じ込めましょう。一応よしよし、めっちゃ密になってますね。紫ボール密です状態になってますね。密です状態、これはすごい。あ、いけるかな、今度こそ、今度こそ。おお、危ない。あ、引っかかった。よーし、まだまだ、これどうすればいいの、これ。まあ難しそう、これ難しいぞ、これ。いやー、落ちたー。あー、トゲトゲ地獄に落ちてしまいましたね。ということで、トゲ地獄に落ちてしまいました。やっぱ難しいですね、このステージ。このステージ激ムズすぎますね、このゲームで。どうしよう、ここで最終回、ここで最終回でバッドエンドは嫌だですね。わー、紫ボールが近すぎて怖えー。密です状態になった。密密状態、密密っていうとあれですね、車の駐車場みたいですね。車の駐車場も密ですね。混んでるデパートであれですよ、密。よし、このまず紫ボールを密にさせましょう。もうなんか紫ボールが3兄弟だと団子3兄弟なく紫ボール3兄弟になってますね、これも。よし、待て、この自分の黄色ボールか分からんが、これがうまく進めてない。よし、今度こそいけるかな。おお、危な。今トゲトゲにやられそうだったぞ。ん、これもしかしてあれかな、ここの、ここはちょっと気をつけながらいってタイミングかな。もしかして今度こそいけるかな、このタイミング。やっぱこれタイミングゲーですね。お、そしてこれ、あ、これかな。おお、やっとクリアですね、このステージ。よしよし、激ムズステージクリアしましたね。やっぱこれ見た感じ、やっぱ激ムズでしたね。やっぱ言う通りでした、これは。お、なんか今度はちょっとさっきのステージなんかボリューム少ない、簡単そうですね。もしかしてこのステージ一発クリアいけるかな。どうしよう、これがもう激ムズステージより早かったら。そしたらさっきの激ムズステージが、まあステージ17ですけど、これが難しいってちょっと不思議な感じしますね、若干。あ、危ないな、これ。これどうしても、あ、いいことね、これ。これやっぱコースでよりも、階段を移動させましょう。で、この紫ボールは、あれですね、一つしかなくてあれですね、ずっと生産したままですね。まあ、いいや、これでいいや。っていうか、このステージめっちゃ簡単ですね。
感がさっきのステージと比べたらすっごい違和感感じますね。うん、やっぱこれが簡単ですね。なんでさっきのステージが難しくて今のステージ簡単なんだということでクリアしましたね。じゃあ次のステージ行きましょう。お、気づいたら3レベルクリアしてましたね。ということで次回は4レベルですね。このゲーム今日の不思議はですね、なぜか簡単でしたね最後のステージが。ということで今日はここまで、最後まで見てくれてありがとうございます。ちなみに激ムズステージちょっとカットした結果、激ムズステージの時間は15分ぐらいかかりました。ということでじゃあさよなら、バイバーイ。